薩摩3042です。先日ね、マイケル・シェンカーの、これまあマイケル・シェンカーファンからいただいた、まあ、これある意味神というふうに、プリントされた、T シャツを着て撮影したんですけども、ある意味油って、読まれたんですね、何人かに。まあ、確かにね、こう見たら僕もある意味油に見えてね、ちょっと悔しかったんですけど、ある意味神です、ね、で後ろにはちょっと、ちょっとだけ飛べそうな羽もついてましてですね、まあこれからマイケル・シェンカーをアップするときは着ていきたいなと思ってます。はい、まあ皆さんからね、まあ YouTube 多数登録していただいてるんですけども、おかげさまで6万5000人に達成しています。本当にありがとうございます。これからも引き続きよろしくお願いいたします。それでですね、まあいろんな質問をいただくんですけどね、まあ一番はね、やっぱりあの、まあペンネーム焼き鳥大好きさんから、いただいてるんですけども、まあ他にも多数ね、一番あのマイケル・シェンカーとバンヘレンどっちが好きですか。まあこれね、もう僕も焼き鳥も焼肉も好きやけど、それどっちが好きですか言われてるのと一緒っていうか、もうあのもうどっちも好きですし、僕はあのリッチー・ブラックモアを聴いてギターを始めたんですね、衝撃を受けて。ほんでまああのバンヘイレンでまたさらに衝撃を受けて、マイケル・シェンカーコピーに、勤しんでた中学生という感じなのでね、もうそれには順番とかつけれないんですね。はい、あのねナンバーワンギタリスト誰やと、素直に誰々と答えたらいいのかもしれませんが、もうみんな大好きです。80年代のギタリストは嫌いなギタリストはいてません。はい、そして2番目に多い質問がですね、ペンネーム口に生ゴミさん、これね口に生ゴミさんからいただく、もう他にもいっぱいおるんですけどね、ピック何使ってるんですか。まあね、あのピックほんまティアドロップやったら何でもいいんです。薄さも厚さも何でもいいんです。この前までイングベイモデルと2ミリで弾いてたかと思うと、今はねこれ 0.6 ミリぐらいのナイロンピック、マイケル・シェンカーで使ってますよ。で先日あるお方からとても貴重なものをいただきました。なんとエディがあの2013年に来日した時に、実際に、エディが使ってたピックをいただきましたよ。これ見てください。ちょっとピントが合わないね、別画像で、お送りしますが、まあもう本当にもう感激ですよ。こっちはあのご子息のウルフギャング様の、ベーシストのあのね、はい、もうちょっと緊張してきました。本当にありがとうございました。もう使うのがもったいないと思うんですけども、これなんかね 0.6 ミリなんですよね。もうペラペラです。まあこれで、まあ本当弾きやすいですね。ありがとうございました。はい、そして、第3位の質問が、まあペンネームおじいちゃん、他にペンネームおばあちゃんとかいろいろあのお年寄りからもいただいてるんですが、あの耳でコピーしてはるんですかというね。そうなんですよね、一応耳で、コピーさせてもらってます。なんならまあ僕もね、もう薩摩さん耳いいですねって言われるのをだんだん自分でも認識してきて、みんなより耳がいいのかなと思ってですね。はい、これね、Never Trust a Stranger、 これもね、まあ、こんな早い、フレーズをですね、まあ聞き取りましたよ。でもその代わり努力もしてます。まあ、今はね、パソコンが普及してる時代ですので、速度を遅くしたりできますのでね、
まあこんな感じですよね。ほんでそれをね、私はもうそのもう大体でコピーとか嫌なんですね。もう一音も逃したくないので、まあ、最初ね。まあこれのこういうのをね。こんだけをコピーするんですよ。ほんでこれをこれぐらいの速度で合わすんですよ。そうしますとね、一音も狂ってない、っていうのがね、わかるんですね。ほんでもうそれを癖になるまで、もう一日中こればっかりします。ほんでどんどん進んでいくんですね。非常にトレブルな、これはですね、ピックを立てて、普通のピッキングじゃなくて、こういうふうに、そしてスタッカートで弾く、という、細かいところまでコピー、してるわけですが、そこでですね、先日私の、まあ、ギターサロンでですね、薩摩の耳はどこまでいいのか企画みたいなのやったんですね。ところがね、ちょっともう企画倒れでね、おもろなかったんですわ、正直。まあでもね、ちょっと見てもらおうかなと思うんですけども、まあ何がおもんなかったかというとですね、皆さん、私が後ろ向いといてですね、他のサロネーゼの人たちが弾くんですね。それを僕が瞬時に弾くというような、なかなか面白そうな企画だったんですけどね、ほとんどの人がね、ペンタトニックフレーズを弾くんですよね。もうね、バリバリのハードロッカーがなんでペンタトニック、楽器屋さんのない思想を言っても多いですよね。皆さんなぜかペンタトニックを弾くと。私なんかね、この前、もうこの前でもう7、8年前ですか、ガットギターね、クラシックギターが欲しいので、ちょっと思想に行った時ね、バンヘイレンのスパニッシュフライを弾きましたよ。そしたらね、店員がもう怒ったように来て、お客様、そんな弾き方はしないでください、このギターはそういうギターではございません、というように注意されましてですね、まあまあそれぐらいのね、パワーとエネルギーで情熱を持ってですね、皆さんのギター頑張ってくださいね。それでは面白ないですけども、サロンの模様どうぞ。薩摩はどこまで耳がいいのか企画、イエーイ。しょぼら。しょぼな。それは聞けと。はい。これを。もう一回行くわ、はい、行くで、ね、こっち向いたもん、ワックスだ、1回が終わる、まず1弦から始まる、1弦、はい、もう大ヒント、1弦の15フレットから始まる、1弦の15フレット、もう一回1弦の15フレットから始まるからな、はい、行くで、いけ、はい、1弦の15フレット、はい、1弦の15フレット大ヒントや、あかん、一発ちょっと待って、顔とついたら怒られんねん、お前ほら、一発で予習はなし、はい、15フレット予習はなし、リズムもデタラメやな、はい、こういう感じでアキラ、はいはい、ほら見てよ、一発で弾いていく、アキラ、ね、アキラ、君のはなんかお前
またほんなら一弦の15フレットから始まります。いきます。もう一回、これ同じことしか言ってません。音は6個しか出てけん。6個、これ3個や、はい、1、2、3、4、5、6。大ヒントやったら分かったな。そら見てるからや。いや、そから見えへん。やばいぞ。正解は15、14、12、15、13、12。リックス、リックス、下手くそなリックス。